った後って言ってももうめっちゃ経っとるけど、ちょっと巻きは取れちゃったよ。うわー、花車はリハーサルからもう皆さんに見られて恥ずかしかったというか、こうね本番でわーってやったかったけど、リハから見守っていただきました。皆さん朝早くからありがとうございます。今日のみちびし爆発してた。本当？今も？そう、公開リハのような形だったんですよ。全部追っかけて見てました。すごい！ありがとう。今日のってことでしょ？血の色がないな。まあ、いっか。オープニングセレモニー。コイラジステージ。シティフォーテッドステージと。みちみちスケジュール嬉しかったです。そう行けば見れた、一等はね。あ、でもコイラジステージ終わってからはパセリと二人で、二人でっていうかパセリとスタッフさんと歩いてカーネーションまで向かったよ。そうそうそう、ねえ、コイラジステージも楽しかった。みちみちって方言？方言じゃないんじゃないですか。イケちゃんとみちって贅沢なペア。本当ですか？そんなおこがましいですか。ありがとうございます。箱店歩いたのかな。いや、箱店のところはあんまり歩いてないかも。もともと歩けるところは歩いたかも。普段から歩けるところはね。リップの小屋だげん。リップあっちや。いっか、これにしよう。ひめたんさんとお久しぶりにお会いして、写真も撮っていただいたんですけど、載せていいですかっていうのをね聞き忘れてて、PLT のポストカードのサンプル素敵すぎて速攻で予約しました。ありがとうございます。嬉しい。中国新聞さんのツイートで歌聞けてありがたかったね。なんかしかもロングサイズも載っててびっくりしたし、私が歌ってるところも300リツイート以上いっててってなった。ありがとうございますね。またいつか歌いたいな。35歳ぐらいになったらってスタッフさんと話してました。ここの前髪が変だね。
いや本当に大役でした。ありがとう。明日の初の参加もよろしくお願いします。そうそうそう、こんばんは。そうスプラのみんなとも写真撮った。こんばんは。ログ乗ってたよ。中本ひめかさんがいた。そうです、恋ラジステージのスペシャルゲストで登場してくださいました。ありがとう。嬉しいな。お疲れ様、ありがとうございます。4年前ってさ、あのデニム制服の時、皆さんと声を出して楽しめてたあの通常開催のライブってね、そうですよね。なんかその時を昼間だったからステージがめちゃめちゃ暑くて、しかもデニム制服、長袖、長袖のシャツにプラス長袖ジャケットとかだったから、もう本当に倒れるんじゃないかっていうぐらいの、あれ、あの日を思い出しました。今日同じステージ。でも今日は6時からだったからさ、そう、全然、しかもちょっとさ雨が降りそうだったからさね、あの終わった後ちょっと雨降ってたけど、そうですね。まあありがとう。うんうん、ね、デニム衣装、なんかパフォーマンスをするにはすっごく暑かったけど、でも結構なんつったらいいんだろう、アイデア的にというか物的に好きだったんだよね。もっとなんか長年着てさ、こうデニムの移り変わりをさ楽しみたかったんですけど、1年で変わっちゃうからさ制服って、ありがたいことなんですけどね、それも、ね、1年ごとに変えてもらえるっていうのも。デニム衣装は頻繁に着てデニムの色落ちにメンバーの歴史を感じたいね。それな、ほんまは花車ほどに着て嬉しい、すごくいい緊張感だったね。ありがとうございます。中さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。でも今日はね全然緊張してなかった。昨日の夜が緊張してましたね。これくらい、ちょっと待ってね。あ、本当だ、昔からおじいさん、タワーありがとうございます。クマミツっていうの？昨日の夜が一番緊張してた気がする。
ルーツクリームか、へえ、あんみつ、なんかね、緊張するって言ってたわ。でも緊張して歌詞が飛ばないかの緊張感がありました。そう、初めての道見えて嬉しかった、ありがとう。本当にありがたい経験や。お母さんありがとうございます。ありがとうね。そして昔からおじいさん、嬉しい、さくらんぼ乗ってるやん、さくらんぼ。あなんか私はさ、広島出身だからもうね、毎年のように楽しみにしているお祭りですけれども、ありがとう昔からおじいさん。ありがとうございます。そうだけどね、この STU のステージとかを見るために、あのね、フラワーに参加してくださる方とかもね、いらっしゃったらさ、嬉しいよね。なんかこの自分の地元のお祭りをこう私たちがきっかけに楽しんでもらえるって、ね、なんか STU ポテトって感じ。ベビーガスいいなぁ。屋台一個も楽しめなかったんですよ。食べたかった、なんかお札スティックみたいなやつ食べたかった。こんばんは。去年はさ、あのちょうどあのね、5周年コンサートと同じタイミングだったので、コロナにかかってしまっていろいろねできなかったんですけど、まあ、一昨年とかね、3年前はあの無観客という形で、なんかオリズルタワーからこう、なんて言ったらいいんだろう、奇跡的にじゃないかもしれないし、こう計算してかもしれないけど見てくださった方とかもいたけど、無観客でさ配信でフラワー
のステージに携わらせてもらったりとかしてたんですけど、この、ね、屋台が並んで皆さんに見ていただいて、声出しでっていう通常の開催が4年ぶりで、ね、嬉しかったね。お祭りっていうか、こう、ね、フラワーって感じ。私が知ってるフラワーっていう感じが戻ったって思いましたね。これじゃ緊張した？いや全然緊張しなかった。なんかさ、STU の出番もちょっと後だったこともありますし、その後に、その前に皆さんが出られてたりとか、あのステージが始まる前もね、スプラのみんなとかヒッピーさんとかとお話ししたり、ヒメトハさんとお話しして写真撮っていただいたりとかあったから、そんなに緊張しなかったかも。ヒッピーさんがおしめんって言ってくれました。嬉しい。ヒッピーさんが呼んでくれてあいかしね。ヒッピーさんもさ、こうあんまりね、実名を出さないというか、みんなを応援してくださる方だから、めっちゃみんなにね、みんな応援してくれてるんですけれども、そう、まあ声ラジの水曜日だったからね。 P さんのツイートにみちゅうのメッセージあった。え、見てない。見よう。いや僕もおしめんだよ。明日聞こうかな、お話し会で。おしめん誰ですかって、みんなに、来てくる人全員に。いいんだけど、みちゅととかでもいいけど、みちゅだよっていうのを改めて聞こうかな。ちょっとやっぱ嬉しかったよね。そう、そうなんでやねん、それは気持ち、なんでやねん、聞かないで。いやね、なんだかんだ言って本当は楽しいんでしょ。本当に、確かにいじったりはするかもしれないけど、それはいじりだから、あの子も好きやんみたいなこと言うかもしれないけど、別にそれをやめろよって言ってるわけじゃなくて、おしめん気になるんだ。いや気になる。あのみちゅですよっていう言葉を聞きたいだけ。君が好きだよっていう言葉を聞きたいだけ。そう、明日はテンションが上がる言葉も言いますね。本当じゃない場合どれ。じゃない場合もどっちでもいいよ。P さんがあなたを押すのは ST48 のキャプテンだからだよ。めっちゃ現実を見させようとしてきますけど、水曜日メンバーだからじゃないのかな。まあそれもあるかもしれないですけれども、でもみんな応援してくれてるんですよ。本当にもうね、そういう方なんで。と
どうしても君が。そうそう、ノアピもね、ヒッピーさんと写真撮りたいって言ってたけど、撮れなかったんだよね。ヒッピーさん飛び出しだったから。そう、ノアピ面白かった本当に。なんか一回その NHK のさんの中に入ったんですけど、その動線がね、あの恋ラジブースに行く時と一緒だったんですよ。でノアピもまだ恋ラジ2回しか出たことないんですけど、まあ、最近ね新メンバーとして加入したから恋ラジメンバーに、次今日が3回目だったんですけど、そのまあ、ね、イベントでちょっと用事で中に入るのと、恋ラジのラジオしに行くのに入るのではさ、とあの用が違うじゃないですか。だけど一緒だったの通り道が。 そしたら、あ、いつもと一緒のとこですねって、あ、いつもの場所やみたいなこと言っててあなた3回目なのにね、もうなんか適応能力がすごいよねっていう話をしてた。ノアピって本当に面白いんですよ。いつものエレベーターだ。うん、面白い。貫禄しかない。そうなんです、ね、いつぞやの私のために来てくれている、いつも南の生誕だったよね。面白かった。見た目赤ちゃんなのに中身ぶっ飛んでてね。でも結構真面目いろんなねいい面を持ってる子ですね。あの中はマジでマジかだ。本当可愛いよね。素敵な歌声でした。ありがとうございます。嬉しい。160センチ超えたのかな。超えたん。なんかこれも面白かった。なんかファンの方に162センチあるよって、絶対今162センチだよって言われるんですよってノアピが言ってて面白かった。めっちゃ細かくさ、160センチ以上とかじゃなくて162だよって言われるって言ってて、そう面白かったね。でもめちゃめちゃ伸びてるんだって背も。ねえ楽しみです。13歳でだって160もし2だったらさ、伸びてて2だったら2でさ、そうまだ伸びてますって言ってたから、180いったらすごいね。70いくかな。私はもう伸びない。伸びたかった。164センチ顔してる。うん、でもねよく言われます、
なんかステージから降りるとちっちゃいねって。私は度平均な身長なんです。158が日本の女性の平均らしいよ。靴も私は 23.5 だから、あのね、一番こう在庫が多そうなサイズ。そうそうそう、なんかお話し会じゃ、直接会えるお話し会とかでちっちゃいって言われる。でも私自分では分かんないの。うん、確かにね、みんなお顔がちっちゃくさ、メンバーユミリン、でもユミリンもね164だったっけ。握手会って木の台に乗ってるようなメンバーさん。え、でもね、直接会えるお話し会は木の台ないんですよね。そう。はい、それでは壇上を読みたいと思います。13位キミさん、12位ホゼさん、11位ジョナラゴさん、10位シロウニツカイさん、9位キューさん、8位ブルーさん、7位エムケンさん、6位ツボユウスケさん、5位アオさん、4位ケイセキさん、3位マサさん、2位昔からおじんさん、そして1位はドルルンジちゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22位はドルルンジちゃん、やだやだやださんでした。ありがとうございます。それでは皆さん、明日お話し会来てくださる方お待ちしております。他のメンバーと話す機会がある方楽しんでいきましょう。それではまた明日、バイバーイ。ありがとうございました。